新規感染者23人の自治体別の内訳は、静岡市が7人で最も多く、次いで浜松市が5人、沼津市と長泉町でそれぞれ2人などとなっています静岡市葵区の高齢者グループホームでは、きょうまでに入居者3人と職員2人の合わせて5人が陽性と判明し、新たなクラスターに認定されました。 この施設では、陽性になった5人も含めて、すべての入居者と職員合わせて33人が、今月2日に1回目のワクチン接種を終えていますが、一時的に免疫力が低下し、抗体ができる前に感染が広がったとみられています。残る28人はは陰性だとというこでです。県内では1週間の新規感染者が 人口10万人当たり6人前後で推移していて緩やかではあるものの減少傾向は続いています一方病床使用率は西部で33.2%と逼迫が続き県全体では23.6%となっています